往上。はい、というわけでおはようございます、武見です。私は今どこに来ているかと申しますと、見ればわかりますね、雪山です。あ、間違えた、雪山です。雪山です。寒いです。はい、今シーズン初めてということで中央アルプスの千畳敷館内の方に来ております。はい、めっちゃ風強くて寒いです、とにかく。で、今日はね、なんでここに来たかっていう話なんですけども、皆さん、スラック停止訓練って聞いたことありますでしょうか。スラック停止訓練っていうのですね、よくですね、こういうなんか雪山で、あーって滑っちゃった時に、なんかこう、ピッケルとかをガサって地面に刺してですね、止まるっていう技術があるんですよ。僕もね、人生で一回だけやったことあるんですよ。こう雪山行ってね、斜面見つけて安全なところですよ。でそこでわざとこう滑って落ちたってなった時に対処するっていう方法をねやったことあるんですけど、それもやったのをいつ、もう雪山始めたてぐらいの時に、中学生の時とかなんですよ。もう中学生の時とか一回やっただけで、その後の人生今まで一切やってこなかったわけなんですよ。そこでねちょっと思ったんですけど、滑落停止訓練っていらねえんじゃねって思ったんですよ。はい、ちょっとね、気づいちゃいました、僕。滑落停止訓練っていらねえんじゃね？思ったわけですよ。でね、まあどういうところでこういう滑落停止訓練やるかっていうと、例えばね、山岳部とか山岳会のね先輩とかにね、こういう雪山連れてこられて訓練すると思うんですけど、僕周りにね結構登山してるね友達とかいっぱいいるんですけど、あの時滑落停止訓練やってたから、あの場面でめっちゃ助かりましたとか、一回も聞いたことがなくて。はい、なのでね、今回は滑落停止訓練というものが果たしてこの世に必要なのかどうかっていうのを、私身をもってね検証しにやってまいりました。雪山です。雪山です。どこでも滑落停止訓練できますんで、はい、早速やっていきたいと思います。行きましょう。はい、というわけでね、早速準備をしていきたいと思うんですけども、今回ですね、なぜ私こんなところまでわざわざロープウェイを使って来たのかということなんですけども、理由が2つあります。1つ目はですね、この YouTube の企画をやるというのにですね、1週間ほど前に八ヶ岳に行ったんですけども、全然雪なかったです。はい、全然ね雪がなくて全く撮影にならなかったっていうのがありまして、もうこれあかんということで、ロープウェイを使って上まで行けばあるんじゃねっていうことで、っていうのが一つ目の理由と、二つ目はですね、この動画のスポンサーをしていただいてるですね、アルテリアさんのご協力で私ここまで来れております。はい、ここで本日の動画のスポンサー、アルテリアさんのご紹介。皆さんはペツルというフランスの登山用品ブランドをご存知でしょうか。このペツルの日本輸入販売を行っているのがアルテリアさんです。武見さんも日々のクライミングや撮影のお仕事で大変お世話になっている会社さんで、クライミングには欠かすことのできないグリグリやマイクロトラクション、冬のアイスアックスやヘッドランプなど様々な商品を展開しております。ちなみにこのホームページの写真は武ムービーさんが撮影されたとか。そんなアルテリアさんが今季一押しなのがこのクランポン。タケムービーさんも以前よりペツルのクランポンを愛用してきましたが、その特徴は何といっても軽量、丈夫で使いやすい。登山靴へのフィット感はもちろんながら、リアのワンタッチパーツやストラップなども非常に使いやすく、さらにそれらの部品がほとんどのクランポンのパーツと互換性があり、特殊な器具を使わずに簡単に調節や交換をすることができ、フロントパーツやリアパーツを変えることでクランポンを装着するためのコバがない夏靴にも対応できるようになったり、つま先から前爪の出る長さを調節できたり、フロントパーツのみを変えることでアイスクライミングに使いやすい縦爪のクランポンとしても使うことが可能です。頼もしいですね。というわけでですね、今回そんなアルテリアさんからですね、バサックというですねクランポン、もうねペツルのね
クランポンはね、僕も今までね4つくらい多分使ってるので、こうね、物がいいのは知ってるんですよ。今回こちらですね、平詰めタイプのファント山向けというか、はい、そういったモデルをご提供いただきました。ヘルメットよし、アックスよし、そしてクランポンですね。はい、新品なんでね、すごいね、あのこう高さを感じますね。今までねすり減ったやつばっかり使ってたので、新品の時ってこんな感じだったなみたいな。でさちょっとさ、今準備してたんだけど、雪上訓練してる人たちがいるんですよ。ちょっと見てください。いやまさにですよ、あれですよ、やってる人いましたね。はい、今日の目的がね、ちょっともうなんかネガティブキャンペーンじゃないですけど、意味ないんじゃねっていうスタンスで来てる手前ね、ちょっと申し訳なくはあるんですけども、はい、あんな感じでね、結構よくね行われてることなんですよ。手軽にできますから、ここ、はい、練習するのにね最適ということで、じゃあ準備できましたんでね、歩き出したいと思います。はい、はい、というわけでね、10分ぐらい歩いてきました。いい感じのね斜面がありましたんでね、結構ね急なんですけども、やっぱね急じゃないとね本番ちょっと困るんで、今回の検証方法なんですけども、まあ、まず私、もうね中学生以来ほとんど前の記憶もありませんので、滑落停止訓練をほぼゼロの状態で、まず1回何の知識も入れずに滑落します。で、滑落して、まあ、ちゃんとまずね、まあ、安全に止まれるのかどうか、どのぐらい落ちてしまったのかっていうのをですね、まあ一応、トライしまして、でその後ですね、今回ですね100回滑落停止訓練を訓練したいと思います。100回やります。はい、100回もう止めて止めまくって、その1回目と100回目がどれだけ差があるのかどうかっていうのを、まあ果たして差があるのかすらですね、明確な差があるのかどうかっていうのをですね、今回検証していきたいと思います。これでね、例えば差が全くないとかね、ほとんどないっていうことになれば、もうこれ滑落停止訓練意味ないですから。もうね、僕のね、例えばもう先輩とかに、いや雪山行くぞとかって言われて、あ、何するんですかって、もう滑落停止訓練するぞみたいな風にね、言われた時に、いやちょっと僕すいません、あんま意味ないみたいなんで、僕いっすみたいな感じでね、断れるじゃないですか。はい、だってね、100回やって差が生まれないんだったら、もうほとんど意味ないですからね、それね。そんな感じで早速ねやっていきたいと思います。はい、今回検証を行うのは、中央アルプス 2600m 付近の真っさらな雪面で、斜度は最大37度、スキー場だと中上級者向けのコースと同じぐらいですね。はい、じゃあね、早速準備ができましたんで、第1投目いきたいと思います。はい、これがね基準になりますから。でですね、ここ上がってきてみたら結構傾斜ありますね。下から見るよりもね結構怖いなって感じがします。はい、なんでね、ちょっと心していきたいと思います。はい、じゃあ早速検証スタートです。じゃあ第1投目いきます。よし、行くぞ。どうやって落ちたらいいんだろう。どうやって落ちたらいいんだろうな。普通に落ちるときってなんかお尻から落ちないよな。とりあえずちょっとお尻からいってみます。はい、行きまーす。よいしょ、よいしょ。おー、結構早い。おー、やば。結構行くね。よいしょ、よいしょ。おー、結構早い。おー、よいしょ、よいしょ。おー、結構早い。おぉ、やば。結構いくね。おい。はい、というわけでね、第1回目なんですけども、スタート地点があそこなんですけども、ずーっと来まして、ここですね。はい、ここまで来ました。今思ったよりね怖かったっす。はい、そしてね、思ったよりもめっちゃ滑りました。はい、だいたい距離で言うと12m ぐらいかな。もっとね、3-4m ぐらいでね止まろうと思ってたんですけど、結構ねスピード出ちゃって怖かった。ジェットコースター乗った時みたいになってます。今これは練習しがいがありそうだな。というわけでね、まあ1回目終わったわけなんですけども、まあ本番はこっからですから。はい、こっからあと99回これ同じことやります。はい、
なんでね、今日ね、帰りのロープウェイの時間とかもあるんで、ちょっと、実はね、あんまりそんなに時間がないということで、じゃあね、ちょっと準備してね、2回目行きたいと思います。はい。はい、ということでね、第2投目なんですけども、よりちょっと実践に近づけようということで、ザック背負ってたらどうなるのかみたいなのもちょっと検証したいと思いますんで、今からね、ちょっと雪を詰めて、それを背負ってですね、一回滑ってみたいと思います。はい。何かな？おー、結構重いぞ。というわけで、2回目、マックスと一緒に行きます。よし。じゃあ、2回目、行きまーす。おーじゃ。おりゃ。おーい、おーじゃ、おりゃ、とてもいい感じです。はい、まあ1回目滑った時よりは距離がね半分ぐらいにはなったので、最初の反応がね結構良かったので、すぐにね止まることができました。そしたらどうしようかな。まあザックはね大体分かりましたんで、はい、そしたら3回目ですね、頭からね下に落ちることも考えられるんですよ。僕もね以前ね、もう頭からねズコーってねこけちゃってめっちゃ斜面転がったっていう経験があるので、今度ねヘッドスライディング3回目やっていきたいと思います。じゃあ3回目ヘッドスライディングいきまーす。怖いな。思ったより怖いな。わしゃ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 。ああ。あー結構滑った。あー1回目と同じぐらいだ。あ、 10m ぐらいを落ちたな。はい、3回終了しました。ヘッドスライディングね、より実践的ではあるんですけども、ちょっとね恐怖心というか、ちょっとね初期反応が遅れましたね。はい、そしたらですね4回目、もう究極ですよ、背面ヘッドスライディング。じゃあ4回目背面ヘッドスライディングいきまーす。めっちゃ怖いなこれ。大丈夫かな。おお、マジか。あじゃあ、おお、マジか。怖いですね。はい、怖いです。落ちた瞬間の恐怖。というわけで一通りやりましたので、何回かねパターンを組み合わせてね練習してみたいと思います。はい、で今のところの反省点なんですけども、やっぱりね加速しちゃうと結構ね止めづらいなんで、なるべくね早い段階で落ちたってなってからすぐねお腹をくるっと地面の方に向けて、なんとかこうピッケルを刺そうと。今のところ反省点はちょっとそのぐらいですね。はい、という感じでちょっとやっていきたいと思います。はい、行きましょう。5回目。じゃあ5回目いきまーす。お尻で滑る分にはもうね割といけますよ。6回目いきまーす。しゃばしこい。7回目。よいしょ。はあ。8回目。いや後ろ怖え。やっぱり9回目。ほっ、10回目いきます。ギャギャギャ。はい、オッケー。というわけでね10回が終わったわけなんですけども、第一印象としては、思ったよりも怖いです。急にねグンってスピードが出るんで、目線が低ければ低いほど感じる体感速度って速くなるらしいんですよね。もう地面スレスレをヒャーンっていってるんで、もうめっちゃ速く感じるんですよね。そんな感じ、今のところの第一印象怖いです。はい、ということでちょっとね勉強じゃないんですけども、滑落停止訓練のことについて少しね知識を入れたいと思います。もうねあまりにも今無知の状態でやってるので。はい、ということで出ました。調べてですね、一番上に出てきたちょっとヤマハックさんのね記事を、参考にしたいと思います。正しく実践しないと危険なピッケルワーク、滑落停止プロガイドが教える安全で正しく効率のいい停止方法っていう感じの記事です。はい、これね国際山岳ガイドのね天野さんですね。私もですね何度かお仕事とかでねお会いさせていただいたこともありますけども、天野さんが実践されてる技術だということで、これは間違いないということで、はい、こちらの記事を参考にしたいと思います。
まずですね、どういったシチュエーションで滑落が起きてしまうのかみたいなことに書いてあるんですけど、まずですね、雪面から露出した岩でのスリップ、そして露出した枝へのアイゼンの引っ掛け、まあ、よくありますねこんなのね。反対側の足への引っ掛けありますね、これもね。強風に煽られてバランスを崩す、はい、今日も風強いです。そしてアイゼンの爪の間に雪が詰まり機能しないということでね、今日ねこちらもうこれね、すごいアンチスノープレートバチ撃するんで、やっぱ今まで使ったアイゼンでね、このプレートがね一番僕好きですね。はいはい、そしてですね、重要なポイント書いてあります。まずは初期制動で滑落を止める、はい、バランスを崩してしまったら瞬時に滑り出す前にその場で制止することが第一というふうに書かれてます、はい、現実にはそう簡単に滑落を止めることは極めて困難、これちょっと確信をついてませんか。まずは滑落を起こさないことを第一に行動しましょう。もうまさにね、僕が言ってたことですよ、冒頭で。滑ったらもう止まんねえだろうって言ってたんですけども、まずは滑落をしないことが第一だと。でその安全予防策として滑落停止訓練がありますっていうふうに書かれてます、まあ、そういうことですね、はい、それでも止まらなかったら実践、正しく効率のいい滑落停止の手順というふうに動画があるんですけども、ちょっと動画ね、動画見てちょっと勉強したいと思います。おーおーおーおおギュンだね、やっぱお腹を真っ先にこう下に向けるが何よりも大事みたいな。でちょっと今動画見たんですけども、詳しくね文章でも書かれてます、滑落停止の動作というヘッドを持っている手を上にブレードを肩のあたりに引きつけ、逆の手でシャフトの末端を握り体の前で斜めにする、ケルのシャフトをこう持ってですね、これをこう肩の前にしろと、反対側の手でここを持ちなさいっていう風に書かれてます。ケルのヘッドを持っている側に反転する、はい、まあ、お腹を地面につけるってことですね。でビッグを雪面に刺して滑落を止める、はい、そして一連の動作でポイントとなるのが足の位置です。足に注目すると、天野ガイドはいずれの動作においてもアイゼンを装着した足を高く上げて雪面から離しています。足は絶対に雪面に触れないよう上げるって書いてあります。俺さっきめっちゃ足蹴り込んでた気がするんですけど、アイゼンの爪が雪面に触れた途端足を軸にして体が反転してしまい頭から墜落してしまいます、足はね触れない方がいいらしいです。なんかね昔やった時もねそんなことね聞いてた気がするんですけど、もう完全に忘れてましたね、はい、そしてですね、しっかりと肘を曲げ脇を締めるというふうに書いてありますね、まあ、要するにこの位置で刺すなってことですね、ちゃんとこの位置で刺しましょうねっていう話らしいです。あの1回目多分ねもうびっくりしすぎてわーってなっちゃってたと思うんですけど、ちゃんとねこの位置で刺さないとやっぱ効かないらしいですね。めっちゃ勉強になりますねはい、というわけでね、こんな感じで知識を入れましたんで、まあ、それをねちょっと活かして11回目以降また練習をしていきたいと思います。はい、というわけでね、実践でやってみたいと思います。はい、じゃあ今勉強したことを踏まえて11回目いきたいと思います。よいしょ、ういいんじゃない、もうこの距離しか落ちないですよ、もうそしたら。じゃあどんどんやっていきましょう、いい感じです。12回目いきます、いい感じ、いい感じ、いい感じ。13回目、14回目、15回目、16回目、17回目、18回目、19回目、20回目。はい、20回終わりました。どんどんいきましょう、30回目。うわ、31回目、32回目、33回目、34回目、50、やった半分、はい、というわけでね、50回半分いきました。いやーきつ、まあ、滑落停止に関してはですね、まあうまくいってますね、というか、まあ、結構あの反応が良くなってきてるというか、まあね、もう何回もやっててもうここだっていうの分かってるんで、早い段階で手を打てば止まるという、なんか体でそれが分かってきました、やっと。もうね、だんだんね、慣れてきましたよ。ね、一気にね、標高を今日上げてきたんで、まあまあ体にね、負
負荷があるというか瞬発系の動きなので、たまにねこうちょっと休憩入れないとちょっとね結構ねきつくなってきてはいるんですけども、頑張りましょう。はい、なんかねやりすぎて滑落ステージしなくても止まんじゃねってちょっと思い出してきちゃってるんですよ。なんで一回本当に下まで滑んのっていうのをちょっと一回だけねやってみたいと思います。はい、よし、じゃあね一回滑落停止なしで滑ってみたいと思います。行きます。止まるね、止まっちゃったよ。同じところをちょっと滑りすぎて、でさらにね登り返すのも同じ場所を登ってたんで、ちょっとデコボコしすぎちゃって止まりました途中で。はい、自分がね上手くなってきてるんだなってちょっと錯覚してたんですけど、全然そんなことない。ちょっと一回ねまっさらな斜面でもう一回ちょっとなしでやってみます。はい、はい、行きます。滑りましたね。なので左側ちょっと今ねモーグルみたいになってボコボコしちゃってるので、右側の斜面使います。登り返す時もねちょっと迂回して気をつけてやりたいと思います。はい、じゃあ仕切り直して51回目、いきます。52回目、53回目、やばちこい、やばちこい、76、やばちこい、はい77、はい、おい1年、おい1年ほらえばってんじゃないよ、ほらこんなんでほら77、はい、はい、やるけ、はい、あー81、はい、あー88、あ、9、危ない危ない、90回行きました。最後の10回ということで念入りにねちょっとねスピードなんかもつけながら今日10回練習したいと思います。しゃ行くぞ1年ほら、しゃ行くぞ。91回、1回目、98、99、えい、しゃあ、えい、はい、というわけでね、記念すべき次が100回目ということで、99回ね今滑落停止訓練をやりましたんで、100回目の訓練が今度1回目とねどう変わるのかっていうのを検証したいと思います。やっとここまで来ましたよ。もうね何時間かかってんのって、もう丸1日やってんだからこっちは。ロープウェイ使ってねここまでわざわざ上がってきてね、こんなことで1日潰す人そんなにいないのよ。俺今日もう日帰りですからねこれね、どこにも登らずに帰るっていうね、クレイジージャーニーだったらもうクレイジーって出てますね。クレイジー滑落停止訓練だけ100回やりに来る人ってね、まあ、戦場時期史上初めてだと思うんですけども、はいはい、というわけで、ね、次で100回目なんですけど、実感としてね上手くなりましたかっていうところなんですけども、この刺すところはあんま変わんないですよ正直言うと。雪面にこう刺すっていうところよりも滑ってる時のコントロール、腰でクイックイってこうコントロールする、すごいねなんか途中から感覚がつかめてきて、なんかモーグルやってるみたいな、すごいねなんかこう実感としてねなんか上手くなってるっていう感じがしてきました。はい、でね次100回目なんですけども、まずね絡みでお尻からついて滑ってどのぐらいで止まれるか、あとね荷物を背負ってもう一度だけやって、最後にね背面滑り、その3パターンね、やってみたいと思いますので。でねちょっとねさっきね改善点があったんですけども、雪面がボコボコになりすぎちゃって止まっちゃうっていうことで、今度ねこの上側の斜面、綺麗な斜面をね今度使ってやりたいと思いますので、はい、じゃあねセッティングして
100回目やってみたいと思います。さあどうなるでしょうか。よし行きましょう。どうですか。雪面が平らになってて滑りやすいで、滑っちゃったって感じですね。体感としては、1回目とあんま変わんないです。なんか腰がどうのとかなんか言ってたのに、さっきちょっとね、次ね、じゃあザックを背負ってまぐれというか、今ちょっと調子悪かったのかもしれないんで、ちょっともう1回だけやってみますわ。はい、じゃあ今度ザック持ったバージョン行きたいと思います。行きます。よいしょ。あれ。背面滑り。行きます。よいしょ。もう北島康介みたいなね、何も変わってねえ。はい、というわけでね、100回滑落停止訓練終了いたしました。長かったわ、1日かかっちゃった。でね、ちょっと結論を申し上げる前に、今回ねこれね使ってみてすごい良かったです。最初ね硬い雪でだんだんね後からほぐれてきてたんですけども、僕ね久しぶりにこの平爪っていうんですか使ったんですけど、もうね雪面のね登りやすさが全然違いました。まあ、あとねやっぱりこんだけ激しい動きをして今回ね一回も外れてないんですよ。適当に家でねちゃちゃちゃって合わせて持ってきただけだったんですけど、全然ね外れずに1日持ってくれました。でもこの調節もねすごいやりやすくて、特別な工具がいらないっていうのがね、前ね僕昔六角レンチとか持ってきてましたから、ね、山にこの縦のサイズ変えるだけにためだけに六角レンチという感じでですね、まあ一日やってきたわけなんですけども、まあ最初のねというか、まあ予想では1回目と100回目が、まあ、かなり変わるんじゃないかなっていうふうに思ってたわけなんですけども、どうですかに比べてみて、僕まだねちょっと動画見てないんで分かんないんですけど、まあ、ただね一つだけ分かったことは、100回目やった時1回目と同じくらい怖かったです。なんか多分そういったシチュエーションになった時に結局パニクるなって思いました。はい、なので私の今回ね検証を実際行った身として、独断と偏見でもこれは決めさせていただきます。はい、というわけで結論なんですけども、今回の検証の結論、雪上訓練の滑落停止訓練は必要ありません。ありません。私の検証です、これはあくまでもう個人の判断でやってください、やりたい方は。ただ僕が思ったのはいらない。こんな丸一日かけて滑落停止だけ練習して何も進歩がない、これはもうやらなくていいです。なのでね皆さん個人の判断に任せますけども、山岳会の先輩とか、あとは山岳部の先輩とかにね、自分が1年生で入ってきて3年生の人とかにね、おいちょっと雪山今回の合宿は雪上訓練だって言われたら断ってくださいというのが、私竹ムービーの見解でございます。はい、というわけでね、まあ、さっきねヤマハックさんのページにも書かれてましたけども、まあ一番は滑落をまずしないってことが大事だと。だまずは滑落停止訓練をするんじゃなくて、雪の上でこけずに
安全にミスなく歩けるかっていうことをどん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 こう洗練させていった方がいいという結論でございます。はい、というわけで皆さんも良き雪山ライフをお過ごしください。帰ります。さらば。